この国司の馬太郎は日本人への残された希望を未来に生きる子供たちに託した小学6年生国語教科書に載せられた一文その執筆に司馬は半年を費やした一番最初いただいた元原稿は「 ここれれなんんででですすすねねね青青がが入ってるよ何回も読み直されて気に入ったところで筆を置かれたという感じなんでしょうけれど本が出来上がった時にあのお礼を言いに行ったんですねそうしましたら大作を一本挙げたような感じだったように。 おっしししゃられましたしあのご自身で書かれた「この21世紀に生きる君たちへ」という文章があの子供の中に吸い込まれていくんじゃないかということでそれであの恐ろしくって恐ろしくってっていうそういう言葉もおっしゃっておられましたですね。21世紀に生きる君たちへ柴良太郎 私は歴史小説を書いてきたもともと歴史が好きなのである両親を愛するようにして歴史を愛している歴史とは何でしょうと聞かれる時それは大きな世界ですかつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのですと答えることにしている私には幸い このの世にたくさんの素晴らしいい友人がいる。歴史の中にもいるそこにはこの世では求めがたいほどに素晴らしい人たちがいて私の日常を励ましたり慰めたりしてくれているのであるだから私は少なくとも2000年以上の時間の中を生きているようなものだと思っているただ寂しく思うことがある 私が持っていなくて君たちだけが持っている大きなものがある未来というものである私の人生はすでに持ち時間が少ない例えば二十一世紀というものを見ることができないに違いない君たちは違う二十一世紀をたっぷり見ることができるばかりかその輝かしい担い手でもある 「もし未来という街角で私が君たちを呼び止めることができたらどんなにいいだろう」「田中君ちょっと伺いますがあなたが今歩いている21世紀とはどんな世の中でしょう」そのように質問して君たちに教えてもらいたいのだがただ残念にもその未来という街角には私はもういない。 だから、君たちと話ができるのは今のうちだということであるもっとも私には21世紀のことなどとても予測できないただ私に言えることがあるそれは歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである昔も今もまた未来においても変わらないことがあるそこに空気と水 それに土などという自然があって人間や他の動植物さらには微生物に至るまでがそれに依存しつつ生きているということである自然こそ普遍の価値なのである歴史の中の人々は自然を恐れその力をあがめ自分たちの上にあるものとして身を慎んできたこの態度は近代や現代に入って 少しいだ「人間こそ一番偉い存在だ」という思い上がった考えが頭をもたげた「二十世紀という現代はある意味では自然への恐れが薄くなった時代と言っていい」「同時に人間は決して愚かではない」「思い上がるということとはおよそ逆のことも併せ考えた」つまり 私ども人間とは自然の一部に過ぎないという素直な考えであるある意味では平凡な事実に過ぎないこのことを20世紀の科学は科学の事実として人々の前に繰り広げてみせた20世紀末の人間たちはこのことを知ることによって古代や中世に神を恐れたように 再び自然を恐れるようになったおそらく自然に対し威張り返っていた時代は21世紀に近づくにつれて終わっていくに違いないそうなれば21世紀の人間はより一層自然を尊敬することになるだろうそして自然の一部である人間同士についても 前世紀にも増して尊敬し合うようになるのに違いないそのようになることが君たちへの私の期待でもあるさて君たち自身のことである君たちはいつの時代でもそうであったように自己を確立せねばならない自分に厳しく相手には優しくという自己をそして 素直で賢い自己を私は人という文字を見るときしばしば感動する斜めの角が互いに支え合って構成されているのであるそのことでもわかるように人間は社会を作って生きている社会とは支え合う仕組みということである原始時代の社会は小さかった 家族を中心としたた社会だったそれが次第に大きな社会になり今は国家と世界という社会を作り互いに助け合いながら生きているのである自然物としての人間は決して孤立して生きられるようには作られていない助け合うという気持ちや行動の元のもとはいたわりという感情である 他人の痛みを感じることと言ってもいい優しさと言い換えてもいいいたわり他人の痛みを感じること優しさ皆似たような言葉であるこの三つの言葉はもともと一つの根から出ているのである根と言っても本能ではないだから私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである その訓練ととは簡単なことである例えば友達が転ぶ「ああ痛かったろうな」と感じる気持ちをその都度自分の中で作り上げていきさえすればよいこの根っこの感情が事故の中でしっかり根付いていけば多民族へのいたわりという気持ちも湧き出てくる「君たちさえそういう事故を作っていけば21世紀は 人類が仲良しで暮らせる時代になるのに違いない君たち君たちは常に晴れ上がった空のように高々とした心を持たねばならない同時にずっしりとたくましい足取りで大地を踏みしめつつ歩かねばならない私は君たちの心の中の 最も美しいものを見続けながら以上のことを書いた書き終わって君たちの未来が真夏の太陽のように輝いているように感じた。